はい、よろしくお願いします。稲賃でございます。というわけで皆さん、こう試合に出ていくと、なんかテンポの速い人っているでしょ。言うんですよ、もともとこれは、僕もこうたくさん今までね、こう選手をこう指導させていただきましたし、自分もこう試合にねバンバン出れたので、やっぱもともと持ってるリズムが速い人っているんですよね。こう一般的なこうボールがバウンドして上がって、ちょっと落ちてきたところを打つっていうよりも、ちょっとなんかそれよりもなんかね、こうタンタンタンぐらいの感じで、はい、返してくる人っているんです。やっぱその人にとってはそれが自分の好きな打ちやすいタイミングなんですね。はい、でそういう選手と当たった時に、どうすればいいんだというところですね。はい、僕もやはりこうたくさん指導してきたし、自分がこうやってみて、うまくいったケースね、今日ご紹介したいと思います。はい、というわけでまずね、こうね、何よりも一番大事なのは、単にテンポが速いだけじゃないんですね。そういう方っていうのは、そういう方のボールっていうのはバウンドがやっぱり伸びてきます。やっぱりライジングって何がいいかというと、相手のボールの力を利用できるんですよね。で、上から叩き込んでくるっていう感じよりは、どちらかというとちょっと低めのところから、打ってきます。打ってきますので、こうどういう感じでいいかというと、こうボールがこうスピン系で持ち上げてこう跳ねるっていう感じよりは、こうスッとこう、滑ってくるというか、食い込むように伸びてくるんですよね。そのあたりのところが、うまくこう頭で理解できておくと、結構ね対応しやすくなってくると思います。単にタタンとテンポが速いだけで、その後、下から上に持ち上げた人のようなボールでボヨンとこう弾んでくれると、まだタイミング取りやすいんですけど、テンポが速い、その後バウンドする、結構低く伸びてくるっていう感じなんですね。ここのところはものすごく大事です。ただ、それはもうね合わせていくしかないんですね。でそういうタイプの選手が何が嫌いかと、どうされたくないかっていうと、逆をされたくないと。そういう選手、やっぱそういう選手同士でラリーをすると気持ちいいんですね。タタン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 とこう低いところでボールが集まって、やり取りすると気持ちがいいけれども、こう打点をちょっと落としてグーンとこう持ち上げてくるスピン系の選手、まあ、分かりやすく言うと、ナダル選手とフェデラー選手みたいな対比が起こってると思ってもらえればね、いいと思います。フェデラー選手は低いところでパチン行きたいのに、ナダル選手がボーン跳ねてくるから、うんみたいなね、そういう感じです。はい、そういう感じをイメージして、こうボールを持ち上げて上げてこう弾ましていくと、ライジング系のね速いテンポで打つ選手は嫌です。ただ持ち上げるのが大変なんですよ。なぜかというと、低く滑ってくるからですね。持ち上げるタイプの選手、スピンをかける選手ってどういうボールがいいかって、ボールがある程度こう弾んでくれた方がいいんですね。弾んでくれて、上から下にちょっと落ちてくるところを下から上に持っていく、これは一番かけやすいです。もしくはもうかなり落ちてきたところを下から上っていうのは、こう単にスピンをかけるだけだったらかけやすいんですけれども、それをやっぱ許してくれないですね。低くヒュッと滑ってきますから、膝しっかり曲げなあかんっていうのがあるんですけれども、今日お勧めしたやり方は、ちょっと自分の後ろに下がるってことですね。これものすごく大事です。はい、自分が下がることによって、ちょっとこうボールが落ちてきたところをやっぱ打てるし、相手のボールがちょっと弱まったところを打てるんですね。はい、ここでしっかり1球自分が打つ、スピンをかけて打つと、今度相手がなんか打ちにくいなっていう番になってくるという感じです。はい、ここのところの勝負にね、なってくると結構対応できるんですけど、うわテンポが速いってもうパニックってしまって、斜め後ろに下がる動きがあんま取れず、ベースラインと平行に動いて対応してしまうと、伸びてきますから、全部なんかこう微妙に詰まる感じで、全部、いつも自分がやってる気持ちのいいタッチでストロークが打てずに、戦うことになってしまう。で相手は、自分の土俵でやってるっていう感じですね。ここのところ、こういうことが起こってしまうと、勝てなくなっちゃいます。はい、勝てなくなっちゃいますので、テンポが速い人とやるときは、単にテンポが速いだけじゃなくて、ボールが低く速く伸びてきてるんだっていうところを、注目してあげて、ちょっと斜め後ろに下がって持ち上げてあげると、これができると今度相手がうっていう感じになる。ちょっとでも相手がこう下がってくれたりなんかすると、ものすごく、今度はこう自分のペースになっていくという感じに、ね、なると思います。はい、で続いて、そうした感じの時の、戦い方の部分ですね。これはもう戦術の部分ですけれども、基本的にはこう守りきる感じの方が、ね、いいと思います。まあ、相手がじゃあこっちが伸び、上にこう上げたら、それにうまく付き合ってきて、対応してきたというのであればちょっと別ですけれども、大概ですね、こうテンポが速い選手、それでもう自分のテンポを崩さずに打ってくると思います。はい、そうした場合、こっちが無理に攻めていく必要はなくて、そういうスピンボールで対応して、こうまずはディフェンスをしっかり固めていくというところをね、大事にするといいと思います。で
それプラス、カウンターショットを入れていくというところですね。このカウンターショットがうまく入っていくと、もう相手はこうお手上げみたいな感じに、ね、なってくると思います。まずはしっかりとこうディフェンスに、専念するというところですね。ここのところを、しっかりと、行って、余裕があったらカウンターショットを入れていって、それとも余裕があったら自分から攻めていく、みたいな感じにすると、いいと思います。はい、やっぱりテンポが速い選手、なかなかこう後ろ下がってくれないですから、下がると攻めれるんですけど、下がってくれないうちからこっちがですね、早くにこう攻めていこうとすると、せっかく一球持ち上げてやった、その次こう攻めに行きたい、行くぞってなって自分がエラーするとなるともったいないですから、そこはですね、相手が嫌がってるんだっていうところを自分の中で信じて、今持ち上げてるから嫌がってる、まあ、相手が、ね、そんなねあからさまに嫌がらないと思いますよ。結構早いってテーブルまたパンと打ち返してくるけど、相手も気持ちよくは打ってないんですね。ですから白帯にバチンと当たるエラーであるとか、バックアウトの、ね、エラーっていうのが増えてきます。ですからまずはそれでこうポイントを、チャリンチャリン集めていくという感じがいいのではないのかなと思いますので、まあ、ちょっと守備重視にしてあげてカウンターを入れていく、みたいな感じにすると、結構ね、うまく、試合の流れが自分に来るんじゃないのかな。速いテンポの選手に対して、うわもうどうしよう、もうあの人速すぎてもう嫌やわみたいな、どうにもならんわっていうのが、なくなっていくんじゃないのかなと思います。はい、整理をすると、もうこれ1個に絞れるんですけど、速いテンポの人はテンポが速いだけじゃなくてボールの軌道も違いますよと、普通のテンポで打つ人とバウンド後のボールの軌道が全然ちゃいますよというところですね。ここのところさえ頭の中に入れると解決策出てきます。で、何が嫌なの、そういう選手は何をされたら嫌なのっていうところですよね。低いところでパカーンって打ちたいんで、高いところにもっさりしたボールを送られてやっぱ嫌なんですよ。それには相手の低く滑ってくるような、低く伸びてくるようなボールを、しっかり持ち上げて、コントロールしていくというところですね。別にヘビースピンかけなければ、かけるのが難しければ、ちょっと軌道を上げていくだけでもね、全然変わります。それだけでも、やっぱ相手はこう嫌だなと思ってくれると思います。もちろんですね、その時に膝の曲げ具合がちょっと足らないとか、下がり具合が足らないとかで当たりが薄いスピンを打ってしまうと、上級レベルの方やったらさらにライジングで打たれるということあると思います。はい、ただそこで、引かずに、やり続けるっていうことですね。しっかり自分のガットにボールが乗っかって引っかかっていいスピン、打てるようになります。試合の中で、何ポイントか、もがいているうちにそこ合ってきますから、じゃあ今度それができるようになると自分に流れが来ると、はい、そう信じて相手が嫌なのはどこなのって、はい、でそれを導き出すために必要なのはテンポが速い選手のボールはバウンド後低く、伸びてきていると、そこを頭にしか入れるということですね。はい、この部分を解決していくと、相手が今度嫌がる番になって自分にポイントが入ってきて自分に流れが来てと、じゃあ、めっちゃ強いあの人にからゲームが取れる、持っていけば3ゲーム取れる、持っていけばこう勝てるようになるという感じでこう、ね、ゲームが進んでいくことになると思いますので、ぜひ皆さんコートで頑張ってみてください。